さてお待たせいたしました、ロータックスマックスチャレンジ2018水波市長杯、いよいよ予選ヒートがスタートしようとしております。最初はマイクロマックスクラスからスタートということになります。さあ今回は少しね、台数の方は少なめということになっている全体的な傾向なんですけれども、それをもうチャンスと捉まえて、各ドライバー頑張っていっていただきたいと思います。さあマイクロマックス、はい、フォーメーションアップに入っていきました。タイムトライアルトップはカーナンバー17番ティームエマティの中井春人でした。それではスターティンググリッドをご紹介していきましょう。ポールポジションカーナンバー17番ティームエマティ中井春人、タイムは53秒394。2番手にはカーナンバー3番 RGB レーシンググリフィン、3番手には77番チャイナフューチャースピードエンツォ、4番手には66番の DJI レーシングニューマン、5番グリッドカーナンバー15番ティームエマティ中井優斗、6番グリッドカーナンバー88番チャイナフューチャースピードクインティン。以上がトップ6、以下三浦良樹、田中龍が、塩田総一郎、徳岡大が、秋枝田陸、シェンチェユー、そして市川俊樹となっております。さあゆっくりとしたローリングが続いています。隊列は整ってまいりました。今シーズンこのクラスを戦ってきたドライバーも、初めて出てくるよというドライバーも、今までとは違うメンバーということになります。来年のシリーズポイントに向けて、さあ間もなくスタートを切っていきます。スタートは切られました。さあ中井春人、いいスタートを切っていきました。問題なくという感じですね。その後ろにエンツォがついていきました。アウトサイドからはグリフィンとニューマンがスピードを上げてきておりまして、3コーナーから4コーナーへとアプローチをしていきます。トップはカーナンバー17番の中井春人がキープをしています。2番手にはエンツォがつけています。3番手ですがグリフィンがその後ろにピタッとつけてトップ3を形成し、タコツボのところではこのトップ3は動きません。4番手以降なんですけども、こちらはついてきまして、7番手争いがサイドバイサイドタコツボから抜けてきました。この7番手争いから抜けてきましたのはクインティンですね。6番手スタートですからワンポジション落としたことになりますが、これ以上離れたくないクインティン、後ろのドライバーを引き離して単独に入っていきます。そして隊列から大きく遅れてしまいましたのはカーナンバー9番の市川俊樹です。ホームストレート通過をしていきます。周回数8周の予選ヒートです。さあ1コーナーから2コーナーのところでスピードを上げてきました。グリフィンがインサイド飛び込んできたか。さあ後ろからエンツォも来ましたね。エンツォも来たけどどうだ。トップに立ってきたのはカーナンバー77番のエンツォです。トップはエンツォ。そして2番手になんとか中井春人が踏ん張って、3番手ピタッとつけているのがグリフィンという形になった。中井はイン側目のラインを通っていきます。かなりの警戒モードに入っています。トップは3番手スタートエンツォ、その後ろから中井、そしてテールトゥーノーズで、おお、しかしグリフィンには前には行かせないと、中井かなりイン側のラインを走っていきます。これで前から離れないからいいですけどね、これやっちゃって前から離れてしまうと後が苦しくなってくるんですが、今のところはこの前のバトルにも助けられまして、4番手以降も連なって6番手までが第一集団となっています。そして7番手のクインティンなんですが、後ろから三浦良樹がだんだんと迫ってきまして、7番手8番手争い、こちらも逃げることができませんでしたクインティン。さあ内側から三浦良樹が入ってきまして、ヘアピンのところ7番手が入れ替わっていきます。そしてトップの方は中井春人がトップに立ってまいりまして、2番手にエンツォ、ここはまだまだ分かりません。いずれにしても予選ヒートですから、まだつばぜり合い状態ということになっております。中井春人、エンツォ、そして後ろからはグリフィン、少し離れまして、おお、どうだ、バックストレートエンド、サイドバイサイドになったんだけれども戻りましたね。順位的には戻りました。4番手争いが3台、これで前からは少し離れることになりまして、ここは中井春人、田中龍河とニューマンなんですけども、さあ中井優斗がそのまま4番手をキープしています。2コーナーから3コーナー、完全にトップ3と4番手争いが離れました。7番手争いは三浦良樹がクインティンを抑えています。その後ろに塩田総一郎と徳岡大が
さあファステストを出しているのはクインティンがセクター1でファステストになってます。ああそして4番手争いがまたまた入れ替わってまいりました。タコツボのところ、さあここはね先ほどからバトルが始まりまして、前から離れるのをものともせずという感じで田中龍我が今前出てまいりました。バックストレートエンドもそのまま守る、その後ろでサイドバイサイドになっている中井春人とニューマン、横並びのまま最終コーナーへとアプローチをしていく。どうなんだこれ、ちょっと手に汗握る展開ですが、最終コーナーから立ち上がって5番手カーナンバー15番前に出てきました中井春人です。ニューマンは今のバトルで後ろが追いついてくる形になりました。箕浦涼希とクインティン、トップ3は相変わらず3台メンバー変わらずやってるんですが、4番手に立ちました田中龍我が単独になりまして、5番手以降が混戦模様。さあ箕浦涼希はイケイケです、結構イケイケ。後ろからしかしクロスラインを通ってクインティンがまた前に出てまいりました。それを箕浦がまたタコツボのところで返していく。5番手以降の集団の中でバトルが起きています。さあこれあんまりやっちゃうと、せっかく目の前にやってきました中井雄斗とニューマンをまた逃がしてしまうことになるんですが、バックストレートエンドクインティンの前にはまた隙間ができてしまいました。最終コーナーから立ち上がってホームストレート、さあトップ3も中井とエンゾの一騎打ちになってきました。これで5周終了、残り周回数は3周です。2コーナーから3コーナー、だんだんと今シーズン調子を上げてきました中井春人。エンゾに対しまして若干のリードを築いていますが、パステストを取っているのは2番手を走っているカーナンバー77番のエンゾなんですよね。先ほどの周回でパステスト、さあまだまだ中井春人は逃がさないという雰囲気が出ております。後ろからグリフィンがそんな2人の様子を見ていて、バックストレートエンドではエンゾの後ろについてきました。4番手は田中龍我が単独になりまして、5番手中井雄斗と6番手ニューマンがテールトゥーノーズ、この2人一旦は離れたんですけれども、現在5番手争いでテールトゥーノーズに持ち込んできました。7番手はクインティン、そして箕浦の後ろから塩田総一郎がついてきまして、心も三つどもえ、さあ動いたのは箕浦涼希、2コーナーインサイド飛び込んでいきます。あちらこちらで動きがある。ヘアピンのところではトップ3の中で2番手エンゾに対しまして3番手のグリフィンが行きたくて行きたくてしょうがないというような動きをし始めた。中井春人はトップですが後ろが気になっているタコツボもイン側、これ締めると立ち上がりちょっと苦しくなってくるかどうか、なんとか持ちこたえていきます。残り周回数は1周半です。さあバックストレートエンド、エンゾがイン側にラインを振って、どうだエンゾインサイド飛び込んでいきました。エンゾトップに浮上。さあ前の中井の動揺をよく見てますねエンゾはね。最終コーナーから立ち上がってきます。残り周回数は1周。3番手のグリフィンはスリップストリームも使いながらファステストを更新。さあこれまだ動くかもしれません。2コーナーでは3番手のグリフィンが一番アウトサイドにラインを振りました。そのままスピードを乗せてくる。ヘアピンで入れるような間合いになっているがどうか。イン側守っていったのはエンゾ、かなりのブレーキング、クロスライン取った中井、中井がクロスで前に出てくる。エンツアウトサイドに膨れた、後ろからグリフィンも狙ってる。タコツボしかしここはエンツラインは外しませんでして、イン側はぴったり締めていきました。さあトップは中井、バックストレートエンドではどうだ。エンツの後ろにグリフィンぴったりつけているが、ここは後ろについているだけでは入っていくことはできません。4番手の田中龍我も最終的には後ろに追いつかれて三つどもえになったんですけど、なんとか4番手は守れそうです。ホームストレート予選ヒート終了、トップは中井2番手エンゾ、3番手グリフィン、4番手田中、5番手に中井、6番手にニューマン、7番手には箕浦が上がって、8番手にクインティン、9番手に塩田、10番手には徳岡、そして最終コーナーから今11番手12番手の秋枝とシェンがチェッカーを受けていきました。市川俊樹は今最終コーナーですね。オープニングラップで遅れてしまいました市川はタイムトライアルのタイムも57秒台と、まだまだこれからのドライバーです。最後まで走り切ってチェッカーです。以上マイクロマックスクラス予選ヒート